長。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、今日は何ですかそれは。弥生のどこでもピタ。磁石がくっつきますって書いてあるんですけど、何なんですか。もうすでに磁石はくっつくんですけど、これがね、重たい。え、ちょっと待って待って。あ、うわ、重い。串で一回立てて、そこから仕上げをして、はい、壁紙を貼るとここに今度壁を刺さなくてもいい。壁に磁石がくっついちゃうんですね。そういう商品なんですね。へー。どこでもピタを使って施工していきます。はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。まずは壁紙を剥がすところからですね。そうですね。前の入居者さんも壁をめちゃくちゃ刺してたんで、うん、やっぱりここら辺にやっぱ使いたいですよね。使いたいですよね。うん、水くんできたんですか。上手にでこの前の下髪を濡らしてふやふやにさせる。濡らして、直接かけてみますか。うわ、あ、色はやっぱり鉄かなんか入ってるんですかね。磁石くっつくってことは。やっぱりちょっと緊張。よいしょ。シュッと。代表、はい、3日後にやってまいりました。そうですね。どうですかね、乾きましたか。もうピタ触ってみます。カチカチですね。あ、本当だ。やったこの段差を埋めるようにパテを今日はします。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。おお、もう一個来ましたね。あれ、もう二本目。どこでもピタでのパテが終了しましたね。代表、はい、一週間後にやってまいりました。来ましたね。どうですかね、もうカチカチですか。カチカチ固まってますね。固まってますね、はい、でもまだ若干やっぱボコボコ感があるから、これから仕上げのパテで。はい、これから仕上げのパテをして、はい、鳴らして、今度クロスを貼って、じゃあ本当に磁石がつくのかっていうとこですね。本当ですね。わかりました。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。それはパテを早く乾燥させるやつですね。そう、工程時間を大幅に短縮。大幅に。代表、パテ完了しましたね。パテ完了です。はい、じゃあ何分か置きますか、乾くまで。そうですね。はい、乾いたら、完全に乾いたらクロスを貼っていきたいと思います。じゃあいよいよ磁石がちゃんとつくかどうかってところまであと少しですね。楽しみです。はい、じゃあ数分後へ。代表、はい、4時間後にやってまいりました。そうですね、もう日も暮れました。ちょっと一個前の現場で鍵を紛失するっていう騒動がありましたからね。そう、見つかりましたよ。見つかりました。どうですか、壁の方は。パテは乾きましたですか。あ、しっかり乾きましたね。
対今日壁紙貼り終わりましたね。終わりました。じゃあいよいよどこでもピタを塗ったところに磁石つくかどうか検証してみますか。そうしましょう。じゃあまずこのどこでもピタを買った時についてきた磁石、これつくかどうかやってもらっていいですか。裏側このマグネットになってます。シートタイプです。シートタイプです、ね、はい。あ、つきますね、やっぱり。お、つきます。あ、なんかでもちょっと弱いのかな。あ、つきますね。つきますね。シートタイプのクリップですね。これクリップ自体の重さもありますからね。重いです。あ、つきます。つきます。なんか弱いね。弱いですか。あ、重みで。あ、ちなみにこの1枚挟んでいただいていいですか。1枚挟みます。おー、あー、やっぱちょっとシートタイプだと磁力が弱いのかな。弱いですね、はい、このどこでもピタ自体はなんか鉄板みたいな意味合いじゃないですか。あんまり、はい、あの磁力は発してないから磁石側の磁力だけでくっついてるわけですよね。あ、こっちで回らなきゃ。そうですよね、うん、ですよね。じゃあちょっとクリップだと1枚挟めなかったんで、はい、普通のブロックタイプの磁石、これはさすがに磁石の強さがあるからつきますかね。なんか引っ張られる力感じます。あ、これだったら1枚挟めますかね。あ、いけましたね。1枚いけますね。いけます。じゃあ2枚目。2枚は無理かな。あ、いけますね。いけます。結構磁力強いです。強い。じゃあ3枚目いきますか。3枚目。あ、全然いけちゃうんですね。え、じゃあ4枚目いってみます。4枚はさすがにきついかな。4枚。あ、なんか全然いけるじゃないですか。だからシートタイプの磁石が磁力弱いので5枚目いってみます。5枚目。まあ5枚ぐらい大体こうか。あ、あ、ちょっと弱い。5枚ぐらいですよね。大体5枚ぐらい。ああ、じゃあ触っちゃうと怒ってくるから4枚がいいってとこですかね。磁石がもっと幅広いものだったら5枚いけるんじゃないですか。これちょっとあれですよね、100円ショップで買った磁石だったんですよね、はい、100円ショップで買ってきました。もしかしたら強力って書いてある磁石のタイプを買えば、はい、もっともっとくっつきが良くなるかな。これでもシートタイプかなり弱いですね。シートタイプは弱い。1万円の1万のお釣りが来ました。あ、お釣りが来ました。1万円のお釣り来ますけど、どこでも来たら1万円ぐらいしますからね。そう、あの買って驚いた1万円ぐらいでお釣り来たけれど、あのもっと正直こうしっかり、はい、なんかお引っ張られるっていう、あ、なんかイメージ、やっぱどこでも来た自体に磁力がないから、はい、磁石側の力だけにつけなきゃいけないっていうのがポイントですね。機体がここら辺だったんで。あ、なるほどなるほど。代表の機体っていうか、はい、このワクワク感が結構高い位置にあったんですね。ワクワク感、もうどこでもピタ、もうなんか、ね、この商品名のように、はい、どこでもピタ、あ、ピタッとくるんだなっていうイメージで、ね、あ、なるほどなるほど。だからもうそんなに高いイメージじゃなくて、うん、ちょっとイメージをちょっと下げて、はい、まあなんかさ、紙をとかちょっとつけたいなってぐらいの感覚ですよね、うん、これが、ま、画鋲で1枚 A4 サイズの書類を挟むってか、あの刺すって考えるんだったら、はい、まあ磁石で4枚留められるんだからいいじゃないのって感じですかね。まあそうですよね、こうね、うん、A4 でこうでめくれますし、そうですね、あとはまあ画鋲でこう穴を開けなくて済むっていう、やっぱりポイントがどこでもピタの良さなのかなと。そうですね、ですよね、はい、今回の検証とりあえず成功ということで、まあ成功ですよね、はい、どこでもピタ、もしあの本当に画鋲でやりたくないっていう場合は、うん、まあ、おすすめですっていうことで、はい、高評価、チャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。